こんにちは。スカンジナビアンリビングの橋場です。今日はちょっと特別な、スタートをしたいと思ってます。J39、この人ですね、が、75歳です。75周年ですね。1947年に、デザインされたもので、それでここで、何個かビデオが流れますので、その中で、これが1番目なんですけども、J39 のお話ということでやってみたいと思います。1番目はこの椅子がどういうふうに生まれてきたか、どうしてこの椅子がこういうデザインになって、どうしてこの椅子がその時代に生まれてきたことをちょっと話してみたいと思います。それをちょっとこう伸ばして何個かビデオで回すんですけど、1番目はこれ、1947年というと皆さんご存知の戦後です。戦後でなんでこのデザインが生まれてくるかっていうと、デンマークが1921年に学校を作ってまして、デザインの勉強する学校であって、そこの中の流れのボーエ・モーエンセンっていうデザイナーですがこの椅子を、生んだわけですね。それでこれを生んだストーリーっていうのはいっぱいあって、どうしてこれがこの時代に合っているのかとか、なんでこの、椅子がねこれだけ長年一回もプロダクションが止まらずに動いてきたのかとかっていうストーリーを少しこれから説明したいと思います。なので今日はここら辺でまたビデオを作ります。よろしく。